ちは、札幌占い美容師斎場橋田のことです。パーマのテストの方法で初級編なんですけれども、よく中間のチェックをするときに、薬剤ついた状態でそのまま後発してしまうんですが、実際ダメージもらったりするとかなり仕上がりのかかりが変わってきてしまうので、ロットをですね、結構たっぷりお水で濡らしてですね、濡らします。テストカールですね、テストカールするときはお水でロットをよく濡らして、水分を少し拭き取った状態でテストカールした方が仕上がりを想定しやすいのと、余計な薬剤の強い浸透を防ぐことができますね。意外と水によって締まるかもしれないので、その後の強い薬剤というのが必要ないかもしれないんですよね。そこで水をつけることがすごく大切になります。だいたい水をつけて5秒ぐらい水分を取ってあげるとちょうどいいですね。でその後に外すような感じの方が、いいです。このような感じですね。これを薬剤ついた状態、血液がべったりついた状態で、テストしてしまうと、結構だれてる状態かもしれないので、追加もうちょっと強いスペックが強い薬剤を塗布してしまう可能性があるんで、うちでは水で濡らしてます。あと最近の薬剤としては、乾燥性が強いパーマ液っていうのが、チオグリセリンだったり、あとはラフトチョールだったり GMT などいろいろ出てきてるんですけれども、なるべく頭皮にはつけない方がいいかなっていうことで、うちでは一液の塗布はシャンプー台塗布をしています。なので、あまりなるべく頭皮につけない形でやっていった方がトラブルは少ないかなと思います。